やはりないというのはそのやはり専門家ですからちょっと説明していただきたいんですけれども、アメリカにおける対日戦略を考えているキーパーソンですよね。キーパーソンです、今、さっきの流れからいくと、1993、4年に、日本が場合によっては、アメリカ軍議論の中でアメリカがアジアからも撤退すべきだというような時に、いや日本というのは重要なんで、日本というものを大事にすることによってアメリカの戦略を構築していこうと、そういうことを考えた人間ですよね。だから、国防省の、冷戦後の戦略策定に非常に重要な役割を果たしたと。それから、ハーバードっていうのは基本的には、安全保障の、よく三軍共同体っていうのを言われてるんですけど、私はそれに三軍学が入ってると思ってるわけですよね。だから学もストラテジーを作る、そういう役割の中の、非常に重要な 人間がないわけですよ、ということですから、彼の発言は大きいですよね。からそれの予兆はないだけでなくて、サミュエルズっていう、これ MIT のやっぱり政治学者がいるんですけど、これが、去年の3月に日本防衛の大戦略っていうのを書いてるんですね。でこれも、あんまりキャンベル・ラインは好きじゃないんですよね。だから私はそのアメリカが帰ってくる変わるだろうということを言ったのは何も根拠がないわけじゃなくて、ある程度そういうその日本ハンドラーですよね、それと違う人たちはのトーンがちょっと違うんですよね。日本ハンドラーっていうのは、日本を自分の言いなりにすることによって自分の得点を稼ごうとする人たちですよね。だけどアメリカ戦略を考える人たちっていうのは、ハンドラーはこの場合代表的な人物は例えばキャンベルでありゲイツであると、そういうアーミテージはどうなんですか。アーミテージはもちろんそっち、アーミテージはもちろんそちらです。でそれに対してマイケル・グリーンももちろんです、ね、そうですね、それに対して、内なんかは、日米同盟だけ考えてる人間じゃないですよね。もうちょっと視野が広いです、アメリカ戦略の中に日米があるわけですよね。そうですね、そういう人たちは今度の、あの論文の一番最後の締めくくりというのは、小さな戦略、小さなゲームも対局的に見るとものすごい失敗になると、そういう位置づけだとこう言ってるわけですよね。ということですから、そういう位置づけであるということを今までアメリカの人はそんなに言わなかった、それはあんなに明確に言うわけですから、影響大きいんですね、やっぱり ね、クリントンがそれを使ったっていうのは ね明白でしたね。でセッティングがされている時にあの論文が出たんで、毎回今外相が記者会見を見ているような流れですから、私なんとなく流れを見えて、それをよくしてた時にクリントンの発言も出たので、私もあれはすぐに訳して、とにかく鳩山さんが読めるように、読んでるかどうか分かりませんけども、手配をしたんですけど、だから単なる役ですから。そうですか、こういう役がいやあったということがやっぱり重要だと思って、そうですね、すぐに、多分目を通されたんじゃないかと思いますけどね。